地面の模様を探せでしょ。あ、なんか石がある。何これ。あ、これか。富士山見えるよ。うわぁ、男がいける。誰がデビューやねん。そうじゃん、若葉ちゃん天才。天才。あ、ある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 。江ノ島咲いているからね、暖かいよ。寒いけどね、今日は。寒いよ。今回は江ノ島トレジャーの謎解きに参加します。はい、全部クリアするよ。頑張るよ。それではスタート。どっち行けばいいの。めっちゃ広いぞ、ここ。どうするやん。どっち。右っすね、男なら。よし、こっち。はい、行こう行こう。ある日、リオルは江ノ島の王様から試練をいただいたのだと嬉しそうに言いました。それはよかったね。それでどんな試練だったんだい。宝物を探してくればいいんだって。ずっと昔に暴れてみんなを苦しめた悪い竜がいたらしくてさ、そいつが持ち去った宝物を取り返すんだ。宝物は竜の指輪って言うらしいんだけど、カノンは何か知らない？私は左手につけた指輪をとっさに隠しました。そうか、ごめんね。宝物のありかは知らないんだ。どれ、一緒に探しに行こうじゃないか。王様の謎、イルカとカモメが目指す地、地面の模様を探せだって。右から読んだら水族館、広場から入り口は見えだって。どこにあるんだろう。ねえ、どこに行けばいいの。江ノ島観光案内所で行けばいいんじゃない。あ、あそこあるね。うん、じゃあそこ行こう。見て見て、美味しそう。美味しそう。いい匂いする。うん、売ってるんだ。タコの唐揚げとかあるよ。え、いい。すごいね。うん、海の幸のフライだ。うん、シラス美味しそう。かけフライうまそう。食べていいっすか今。あ、ダメ、今ダメ。俺ウインナー食べた。美味しそう。いや、ハマグリもあるよ。めっちゃ大きくない。あの、カキとかもすごい。うん、カキ大量買って帰ろっか。あ、え、本当に。うん、やった。カビ、伊勢海老もある。え、うわ、食べ帰ろうか。生きてるのこれ。生きてる、生きてる。刺さったらダメよ。とにかく早く観光案内所行こう。案内所行きました。はいはい。でもこれ現在地さ、 J のあたりでしょ。うん、これ一回出ないといけないじゃん。出るな。本当じゃん。めっちゃ歩くんじゃない。痩せそう。痩せそう。でもさ、お宝ゲットしたいじゃん。ね、うん、そうだよね。でも A まで行くか。行こう、頑張ろう。まずはこれ島出るってことだよね。そうだね。ね、はははは、走る。渡ります、ね、今日10キロ以上歩くんじゃない。うわ、痩せそうけどね。あとね、いっぱいなんかね、美味しそうな海鮮あるからね、いただいて帰りましょう。はい、俺か。じゃあ頑張って歩くよ。歩きます。行く行く。よし、行こう。ここね、向こうまでね、歩くんだよ。いやほら、見て見て、富士山見えるよ。うわー、めっちゃ遠いじゃん。やば、やば、めっちゃ歩くじゃん。終わった。これからもっと歩く。よし、頑張るぞ。頑張るよ。さっきの橋渡りきりました。はい、向こう岸にね、着いたよ。はい、やい。 A の場所はあっちじゃない。西側だったよね。うん、西。あの橋をまた渡ってぐるっと行くんじゃない。めっちゃ橋渡るじゃん。いやー、それじゃあ A の地点目指します。はい、バー。
くちゃんも我が社も僕も頼んだよ、うん、ちゃんと見といて、ちゃんと見といてよ、うん、で、これ見落とすとさ、めっちゃ歩くことになりそうじゃない？確かに。頼むよ。いや、行ったり来たりしちゃいそう。あ、ちなみにね、みんなね、今日はね、ちょっと寒いんです。はい。外気温約7度、8度ぐらいでした。はい。耳が痛いのよ。はい、風。それじゃあ行こう行こう、はい、ゴーイ。何これ置くの。皆さん、後ろに見える建物は何か分かりますか？はい、竜宮城です。はい。そういう風に見えるでしょ。だけど竜宮城です。片瀬江ノ島駅です。はい、竜宮城です。じゃあね、今から竜宮城へね、入っていきましょう。はい、ゴトーク。じゃあ、A 地点ね、探さないとね。うん、ゴトーク。A 地点は A 地点どこだ、この辺にあるはずだ。なんかさ、いろいろなんかお店とかで聞いたらいいじゃん。ああ、エッセンどこですか？ね、そうね、うん、探そう探そう。おくん、これ今どこにいるの？ゴトーク。どこ？渋谷区。違う、東京じゃないよ、ここ江ノ島。そう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 、江ノ島だよ。本当はどこ？ゴトーク。違う、これさ、見て裏、江ノ島トレジャー、これウェブで探すんだ。うん、そうだな。今さ、いろいろ探したの。え、ヒントどうするのこれ、みたいな。どこ？後ろに書いてんじゃん、これ、ほら。わぁ、だから探しをしようってね、ウェブで進んでいくんだって。なんかところどころさ、ボックスみたいなのが置いてるかと。そうそうそう、わがちゃんスマホをちょっと見てもらっていい？これそうじゃん、探すって押してみて。あ、出る出る、出た、A の位置だからさ。出る A、 A のヒント、A のヒント。よし、何地図を見てみましょう。上の方にイルカとカモメがいますが、どこかに行く途中のようです。2匹の先へ直線を伸ばした時、交わる点がイルカとカモメを指す地です。え、それヒント？はい、地図を見て、多分ここにカモメとイルカがいるんですよ。で、ここの一つ交わるところに行けばいいです。そうだそうだ、そういうことじゃん。で、線と線を、地面を探せ。なんかマンホールとかなんかあるんじゃないこれ。ああ、そうかもね。本格的な謎だね。交わる場所にこれ、あれだよみんな、パパいなかったらもう A でつまずいてない。そんなことないか。そんなことないね。みんなの力で、ね、じゃあここ線引いて、まっすぐ引くんだよこれ。まっすぐよ。カモメのお尻あたりに出ている水色の線見えるかな。そしてこのイルカの線、ここまっすぐこうだね。こうとこう、だいたいこの辺。じゃあ奥行け、まっすぐでまっすぐ。はい。絶対斜めになるでしょ。この鼻のところ。うん、しかもさ、これ地面で描いてるからさ、まっすぐまっすぐ。あ、なんか下行った下行った。これさ、結構適当に行ったらさ、えらいことになるよね。定規とかあった方がいいかとか、紙で地上げ代わりにすればいける。これ、おー、いいね、うまいね、まっすぐなってるね、くちばしのところ。うん、うん。めっちゃ、なんか角度違う気が。なんか違くない？あ、そうあ、おふり。うん、どこどういうことは？ここまず、この目。はい、ここだ。あ、ここだ。え、なんか公園だね。公園に行けばマンホールがある。公園行けばいいのか。そうかもね。それじゃあその公園へ行ってみよう。はい、はい、レッツゴー。オークンがさ、結構綺麗に線引いてくれたからね。オークンがいないと生きてなかったかもよ。俺のカーチ、ね、俺のカーチ。ゴトーク、イエーイ。はい、実はね、今探し回って1時間以上歩いてますが、はい、A のヒントが分かりません。ダメです。なんか多分ここっぽいんだよね。地面の模様を探せでしょ。なんか深くく、なんかない？え、あ、なんか石がある。どれ？何これ？あ、これか。なんか4つあるよ。ダメダメ、ピョンピョンピョンって。え、それ見せて。これでしょ、これでしょ、これでしょ、これでしょ。10
バスってなってるぞ。地面の模様を探せ。真ん中がハテナになっているよね。模様は丸のバツってこと？じゃあまずこれだよね。丸のバツ。ちょっと待って、ここまで1時間以上かかったぞ。これ今日クリアできるのか？これ1つで1時間以上かかったよ。こんなにかかってたらやばいかも。やばいかもね。わあ、制限時間内にクリアできるかな。やばいね。うん、頑張るぞ。うん、頑張ろう。けどこの後水族館行くんじゃない？あ、そうなの？うん、そうだよね。ちょっと待って、これ水族館さ、いい？いい？今この大体交わった場所でしょ？水族館結構離れているんだよね。うん、だから今 A の地点からあの竜宮城の駅からここまで歩いた距離の倍以上歩くの。大丈夫かこれ？時間やばくない？やばいかもしれない。頑張るか、頑張るか、行くか。とりあえず、とりあえず行こう。次水族館行こう。うん、ね、うん、今のさ地面の模様見つかってよかったね。ほんと一生懸命地面のマンホール探してたもんね。あのさ、これそうそう、こういうの、こういうの、こういうね。まさかあんなところにあるとはね。え、うん、いや、オー君なんかさ、なんか違うの言ってたからね。さあ、行くよ。なんかこういうのじゃないみたいな。これガスとか書いてんだ、ね、そうこういうのね。模様じゃん。模様じゃん。え、濃いけどね。うん、水族館行くぞ。うん、頑張るよ。皆さん、後ろに見えるの何か分かりますか？あっちから歩いてきたんだよ、最初。そうだよ、あっちからスタートだからね。スタート、ね、パパね、めっちゃ痩せた気がする。もう3、4キロ歩いたね。うん、そうかな。うん、歩いたそうマジで。うん、20キロコースかも。うわ、行こう、ね、今日全部クリアできなかった、ごめんね、みんな。ごめんね。ゆうちゃんが悪い。私頑張ろう。はい、頑張ろう。あのさ、さっきからずっと探してんだけどさ、全然水族館見当たらないんだよね。ないよね。え、どこにあるんだろうね。どこだろう、水族館どこだろうね。あった、水族館あった。水族館あったね。え、いや本当にさ、水族館ないんだよね。水族館がないんだよね。どこだろうね。あったね、すごいね、あったね。はい、広場から入り口を見よって書いてある。ここクラゲ広場だって。クラゲ広場あれじゃない？あそこ柱あるじゃん。なんかクラゲがいるね。そう、クラゲを見ながら、ハテナを見ながら漁師の謎を解け。謎解いて、ハテナ、あのクラゲ、クラゲ3体いるでしょ。あれを見ながら漁師の謎。クラゲって何？クラゲって、じゃあこれ反対から何ですか？あー、ゲーゲーラクゲラクゲラク、ラギクさっきさ見つけた地面のあの丸のバツあったじゃん。こっちはクラゲでしょ。これを見ながら謎を解けって、え、どういうこと？クラゲ。でもこのイラスト見た限り、この入り口で合わせそうです。柱が3本あるし、クラゲだね。あ、その下は、え、311王様のお話だと、この2つの暗号が示す場所に情報を知ってる人がいるんだって。情報を知ってる人がいる。僕、絶対に宝物を見つけてきて立派な竜騎士になるんだ。うん、君ならできるさ。悪い竜を倒して一人前の竜騎士になるんだよ。ついにこの時が来たのですね。リオル、きっとこれが最後の旅になるだろう。指輪はここにあるから見つけてごらん。え、これ、この2つの暗号が示す場所、こう丸バツとクラゲってなんだ。あの、クラゲの傘の部分の上から見た、うん、丸くて
バスの模様も入ってる。わかんない。ええ、どういうこと？これを示す場所に、だからどこかに行って情報を知ってる人に何ですかって聞くんだよね。え、てかさ、ここまで来ただけでも結構すごいと思うよ。確かにね、結構進んでると思う。ちょっと姫ちゃん、水族館の中の人に聞いてきなさいよ。中の人に聞けってことじゃない？あ、仕事？あれ？あれじゃない、イカゲームみたいに丸とかバツとか三角とかいるんじゃない？で、丸の人とバツの人に聞くんじゃないか？違うか？てん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 、わからないぞ。全然わからない。やばいかも、これ。どういうこと？丸だったよね、丸とクラゲ。あ、これ、クラゲだった。え、なんかワナちゃん描いてる。え、ちょっと待って、なんかめっちゃ書いてる。なに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 、別になんかどういうこと？さっき言った公園で丸のマークがあったから丸をつなげて左から読んでみたら、うん、モノレール駅って書いてあった。あ、うわ、あ、そうじゃん。ああ、え、若ちゃん天才。天才すぎ。あれだね、パパが教えた通りだね。うん、ね、いや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 すっげえ、すごいね。なんでわかるの？左の？あ、もうさっきの橋に、あ、柱にクラゲが上にいたから似たようなクラゲを上の数でくっつけてまた左から読んでみたら、なるほど、犬いる橋になります。え、すげえ。あ、このクラゲが3匹いたよね。うん、で、このクラゲは1と、うん、で、こっちも1だから3、1、1ってつなげて春、犬いる橋。え、すげえ。お教えた通りだね、うん、教えた通りだね、うん、違う違った、まず、おばあちゃんいなかったら分かんなかったぞ、今回。じゃあ、ベーゾやっぺーぞ。え、じゃあ、犬いる橋、うん、どこ？あ、さっきあったわ。何？ここ戻るんだ。戻るんだ。え、弁天橋じゃん、うん、さっき通ったじゃん、うん、あそこじゃん。行けばいいってこと？そういうこと？じゃあ行く、うん、行こう、行こう。え、ちょっと待って、モノレール駅はなんだ？モノレール駅は、そこの湘南モノレールかな。うん、ここに行くのか。うん、オッケー。モノレール駅に行って、あと、弁天橋じゃん、うんうん、また、結構戻るぞ。めっちゃ歩くじゃん今。向こう、公園の方から丸を見つけるとこはだいぶ歩いたでしょ。で、ここからさらに倍ぐらい行って、また持ってる4倍ぐらい歩くんじゃない？うわー、痩せる。足もう痩せた。じゃあ、弁天橋まず行こうか。ヒント見つけようね、みんな見てね。わかった。ね、さすが、うちらだけだったらもう、わかりません。リタイヤって言ってたね。じゃあ行こっか。行こう。うん、おむすびきつい。パパもきつい。よいしょ。あ、重っ。久しぶりだ。久しぶりだ、これ。そうだね、おんぶ久々だね。うん、重っ。やっぱいいや、恥ずかしい。恥ずかしくない。よいしょ、よいしょ、恥ずかしくない。よし、じゃあ行くぞ。行くぞ。はい、弁天橋着いたよ。いやいや、合言葉を見つけるみたいな。合言葉を見つけるの？はい。何もなかったんだよ、もっと先に行ったらいいんじゃない？なんかさ、真ん中にモニュメントあるじゃん。あのモニュメント何かありそう、うん、なんか書いてあるよ。報告しないと。袋どこ？誰？スマートフォンでできるので。じゃあ、若葉ちゃんお願いします。お願いします。では、よろしくお願いします。お願いします。見つかった？はい。うん。次の場所の手がかり。あ、じゃあ読んでみて。次の場所の手がかり、カッコ、恋人と合わせるの次の場所。
みがわかるようですね。早速なんかヒントが増えてます。あ、じゃあ書いて書いて、これ書くんだ。じゃあひろちゃん書いて。ヒントは神のううって書いてあるよ。隙間があるじゃん、この空白を。あ、モノレールだ、モノレールだ、モノレール行こう、モノレール駅行こう、うん、そこに空白埋める、ね、言葉があるんだ。あ、じゃあ行こうか、うん、あ、行こう。あれ、ちょっと待って、モノレール駅さっき言ったようにめっちゃ遠いぞ。嘘、弁天橋から水族館から弁天橋の5倍ぐらいあります。よし、行きますか、うん、モノレール行こう。モノレールだ、モノレールだから。モノレール遠いね。早速何々へ行こうだから、どこか行くんだよね。灯籠がある場所なのかな。これ地図載ってんじゃない、これ。はてなか、はてなみ、はてなの。あ、これが灯籠でしょ。灯籠、灯籠ってことじゃない、なんとかの灯籠ってことじゃない。マジか。何？片瀬江ノ島、片瀬違うな。江ノ島駅とかヨットハーバーとかも違うな。え？江ノ島、中津宮の道路？いや、待って待って、あれ、聞き目どこ行った、分かったぞ。中津宮の灯籠。え、これ中じゃん。やべ、あの子たちどこ行った。行き過ぎた、行き過ぎた。おお、分かった。マジすごいかもよ。え、こうさ、中津宮の灯籠。お、島の方なんだよね、島。あ、戻らないといけない。島江ノ島戻る。島戻るか、中津江ノ島宮のトウロウだ。これが、この広場に灯籠があるから、この写真かなんかあるんだ、これが灯籠の謎っていうのが。灯籠の謎、まず行ってみよう。そうだね、よし、行くぞ。こっちにまた戻ってくるとか最弱だよね。うん、なんかさ、漁港とかも行ってないはずだから、うん、あ、けど漁港はいいのか、漁師の謎は解けたから、うん、まず行こう、行こう、うん、行こう、とりあえず行って何か分かる。ゴー、やばくないか、何時、やばい、もうお昼、やばい、2時ぐらいだと思う。やばい、5時までだからね。やばい、いや、諦めるな、とりあえず行こう。やばい、とりあえず行きましょう。残り3時間今戻ってます。はい、はい、あの上に、なんだあれ、あの上にあるの、なんか塔がある、ね、あれ気になるね。なんだ、謎を解いたので中津宮広場に行きましょう。はい、はい、あのね、鳥居をね、くぐります。そこに灯籠があると思うので、灯籠の、あ、ありそうだね。そう、何か絵とかがあるかもしれない。絶対合ってるでしょ、もうこれ絶対ここでしょ。それを見て謎を解くんだね、多分。そう、パパのおかげでね、ここまで来ることができます。ボカちゃんの、ボカちゃんのおかげじゃない、ほとんど。そうだね、みんなでね、力合わせてるからね。じゃあ行きましょう。行きましょう。めっちゃ階段あったよ。ちょっともう座ろう座ろう。中津宮広場だ、これどこよ。ちょっと休憩。桜、ほんと合ってんのこっち。桜花びら拾ったの。めっちゃ可愛い。もうちょっとあった、赤ちゃんも可愛いから。中津宮広場どこ？疲れたね、もう。どこやね。ここ？あ、中津宮広場って書いてある。ここじゃん。ここじゃん。ここの名所だ。ソロある？ナイス、ナイス、若ちゃん。教えた通りだ。あれ？あれじゃん。あ、あっちじゃん。後ろ後ろ。これじゃない、これじゃない。あ、なんか行ってみよう。
私たちの冒険。どうぞどうぞ、こちらが灯籠でございます。はい、どうぞ。ある？あ、その中入ったらバチ当たるぞ、みんな。ごめんなさい。ここじゃないね、ここ入っちゃダメだ、ダメなとこだ。入ってなかった。あ、向こう側じゃない、向こうにもあるぞ。あ、ほんとだ。反対側にもある。よしよし、こっちだ、こっち。いっか、いっか、いっか、いっか。よし、デビ隊長に続きがある。はい、はい。誰がデビやねん。はい、はい、5センチックゲーム。こっちじゃない、あれじゃない。パパだから大丈夫ですか。これじゃない。何も書いてないな。違うな。他に灯籠ない。もう一個あったよ。もう一個ある。どこ置くの。行ってよ。隠さないでよ。隠さないで。灯籠これは使っていない照明だね。灯籠型照明だね。灯籠、これ灯籠じゃないの。ないね。めっちゃ入れんじゃん。イラストこんな感じ。よく見て、ほら石、灯籠じゃん。向こう側じゃん。これ灯籠じゃん。上が丸くなってんの。ここじゃあ全体的に見てみようか。うん、もっと上かな。男の子いける。あ、望遠鏡があるよ。すごい、すごい景色。お、望遠鏡。景色めっちゃいいじゃん。やっほー、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 やっほー。いやいやいや、行かないと、上行こう。まだまだ登らないとね。まだまだある。これじゃない。あ、うん、ここだ。ないな。じゃあ反対側は。ないな。けどここさ、いっぱい灯籠あるよ。めっちゃあるよ灯籠。ほら、そこにもあるじゃん。パッと見た感じで5、6カ所見えます。こっちの裏ない。うん、こっちもない。ない。トロあるよ。トロある、いっぱい。トロ、トロ後ろ、後ろを見ればいいのか。位置的にはこの辺りメモがあるのはあれじゃない。あ、これ見て、ほら、これじゃない？こっち似てる。本当だ。ほら、三つ空いてるし。あ、ブツブツ。丸い。うら、そう、それイラストあと四角いもん。そうだね。うら、ない？うん、ないか。どういうの？やっぱりこれ月だよね。うん、月っすね。メモしましょうってあるじゃん。ここにこう月書けばいいの？この月角度こんな感じだよね。ちょっと汚い月になっちゃったけどこんな感じだよね。うん、ここ灯籠の謎ってあるじゃん。これね、はい、こっちね、左下 見えるかな。石碑に記された迷路を矢印か矢印へ、同じ道を通らないよう最短で進みながら全ての竜を倒しましょうってあるんだけど、うん、ここ行くよ。2キのこうじゃん、あじゃん、あいだよめってくるわけなんだよね、これ。月どういう、これ月の間よめって何。月の中、月の間。あ、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 わかったかも。まだ置くの。嘘、このマークだ。行くよ行くよ行くよ。ここ月だよね。うん、ここ月だよね。この間、あ、こうなんだよね。でこれ
亀なんだけど、亀が丘、亀が丘、亀が丘。このマップで見るとここ F、 ある亀が丘。すごいすごい、パパ天才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 。俺ら姫ちゃんと青くん何も役に立ってない。パフィ待っておく。じゃあF の方へ進もう。よし、亀が丘行きましょう。で、そしてちょっと待てよ、その場所に到着したら泉の近くの柵を探しましょう。泉の近くの柵、で、亀が丘行って泉の近くの柵を探せば何かあるはず。近くの柵、もう時間やばいぞ。3時、3時半とか4時ぐらいだよ今。やばいやばい、終わった。けど、ね、できるとこまで頑張りましょう。ねえ、諦めない男。泉が入ってここじゃない？え、泉、泉、これ泉、これ泉、泉だね。泉、じゃあ泉の周りが柵って言ってたよ。そうだよね、柵ってどこ、周りの柵ってこういうことじゃない、手すり、うん、柵ないよ。あ、あ、あった、あ、ある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 、ナイスナイスナイス。お、暴れた理由、灯籠の合言葉を発見、暴れた理由。で、若葉ちゃん、暴れた理由だって入力して。結構ね、進んだね、うん、けどまだまだあるね。けどね、もうね、あんまり時間ないね。やばいね、うん、やばいね、時間ない。これもしかしてクリアできないってやつ。これさ、毎年毎年やってるんだって基本的に。で、今年の問題はこれなんだけど、去年は違ったみたい。あ、毎年違うんだ、うん、来年もまた内容違うんだって。すごい、面白いね、うん、ということはもう今年の問題もクリアできなかったってこと。パパもうここ泊まろっか。車の中でパパ、うん、寝るわ。で、明日になってもう一回やるか。5時までなんだよね。5時までしかこのチャレンジできない。やばい時間だって、もう4時半ぐらいじゃん。で、今からめちゃくちゃずっと登ってきたから、階段もう足パンパンじゃんみんな。で、今から降りて駐車場の方行ったらもう5時ぐらいになるから。そうだね、走って行ってとしては無理だ。ということはリ、リ、リ、タ、リ、あー、ギブアップ。2022年江ノ島トレジャーギブアップ、残念でございます。結構ね、朝早くから来てたんだけどね、うん、10時ぐらいからもう探し出したんだよね。ちょっと無理っすわ、痩せたしさ、もう足パンパンだしさ。6時間以上歩いてるわよ。多くも体力ついたね。あ、いた、死んでる。あ、来たね。え、本当にこれこんな終わり方、ちょっとカフェ、悔しくない、悔しくない。だけどさ、時間ないし、うん、でも姫ちゃん泣いてんじゃん。あ、アイス泣いてない。悔しい人。おお、今年はもうクリアすることができませんが、この全体2023年、来年チャレンジしたい人、はい、もちろん江東区、次こそはクリアしちゃう。絶対クリアする。もう5時に行く。いやいや、9時からだから。朝9時からだから。終わった。いや、朝の、朝の、朝の5時。やってないでしょ。やってるよ、朝の9時から夕方5時まで。で、うちらは朝10時ぐらいから探し出して4時半ぐらいで、またね、あの、死体を降りる時間も考えないといけないから。はあ、終わり。頑張ったのにね。結構みんなミラクル起こしたよね、うん、若葉ちゃんもさ、うん、ね、パパも、うん、ひめちゃんとおうくんは、なんで頑張った、頑張ったね、頑張ったね、頑張ったね。歩くの頑張ったよ。歩くの頑張った、ね。今回のね、2022年の江ノ島トレジャーは、はい、残念ながらリタイアでしたが、はい、来年のね、2023年の江ノ島トレジャーは、はい、絶対クリアしたいですね。またね、挑戦したいね。うん、初出も来てね。うん、2023年探そう。うん、23年めちゃくちゃね、本格的なクイズです。クイズ、なんかね、最初思ってたのは子供向けな簡単なクイズ。そうそう、舐めてたの。いや、多く一人で余裕じゃんと思ってて、バラバラ、箱とか、うんうん、そう、むしろね、企画的に多く一人で余裕だと思ったから、
4人でバラバラにいて誰が一番早くクリアできるかっていうレベルぐらいで思ってたんだよね。そしてもう4人の力合わせてももうね、なかなかやりごたえのあるね問題でした。まあでもさ、普通に難しい問題だったよね。ね、普通の5人いないと。とりあえずね、下に降りましょう。はい、今ね、下に降りてきました。よー、そしてね、こちらね、トレジャーカフェ入って休憩しようと思ったんですが、残念ながら今日は天気日でした。ダメです。ということで、今回ね、2022年ね、江ノ島トレジャー、はい、リタイアに終わりましたが、はい、でもね、クリアしたいと思います。よかったか、しかまさか。またねー、バイバーイ。にっこり姫ちゃん。同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。終了。正解はみんな分かったかな？